宗師宗師は、孔子の主要な弟子の一人。意味さ三、字は死よ。親高校の人として知られる。公共、大学、宗師の著者とされる。後世の儒教では四世の一人、宗清氏として推計される。炉の南部城出身。父は、宗、子に、ひさる。孔子の弟子であり、論語にも、頻繁に登場する。孔の道に優れており、そのことを孔子に見込まれて、 公共を表したとされる。ただし、アナモン十明には含まれない。宗師の弟子に、死子,子が、その死子,子の弟子に、孟子がいたとされる。そのことから、宗師は、後世の同等論において重要視され、南創以降の趣旨学では四世の一人、宗起義として、数形の対象になった。弟子に、五子の著者である、クレギもいたが、母の葬儀を挙げなかったとして波紋している。 また、総三殺人という孤児説話の中に姿を残している。すなわち、ある時に、総三の親類が人を殺し、誰かが謝って、総三の母に、総三が人を殺したと報告した。母は、総三のことを深く信じていたのでこれを、信用しなかったが、二度、三度と報告が来ると、しまいにはこれを信じて大慌てした、という説話である。これは、 戦国作に載っている説話で、あまりに信じがたい嘘であっても何度も言われると、人は信じてしまうという意味の説話だが、このような説話に使われることは逆に、総三の人柄と母との間の深い信頼関係が、当時の人にとって常識であったということを示している。総三と母の絆についての説話は他にもある。ある時、 総さんがしばかりに生きるす中に客が来たものの母が客人をどうもてなせばよいのかわからず、母は総さんの帰宅を流すために自分の指を噛み続けた。すると、総さんの胸が痛み帰宅し客人に気づき総さんが客人をもてなしたという。この説話を月指通信といい24項にも記載されている。儒教の教説では十三教の一つ公教は宋氏。 または、創始の文人が、孔子の言動を記した書物とされる。朱子学においては、四書の一つ、大学の著者とされる。創始学派の著作として、創始十八編があったが現存しない。ただし、大体来期のうち編名に、創始を関する十編が、その残存とされる。ありがとうございます。